も、Z ちゃんです。はい、今日は19の2を見ていきたいと思っております。さっきね19の1を見たんですけど、これを着てなんで見なかったんだって後悔してたんですよ。この BE:FIRST のアウター、これをちょっとライブにも着ていくんですけども、メインストリームのアウターか、ちょっとこれを着て、あのね、ベスティーって言っていいですか、私もベスティーですっていう、ベスティー入門、ん、ベスティーに入らせていただきますっていう気持ちを込めまして、このアウターを着て19の2そして20を見たいと思います。はい、それでは早速見ていきたいと思います。ピュン、クリエイティブネオ、そしてプレデビュー曲のパフォーマンス、この2つをここまでくぐり抜けた10人にやっていただいて、その中から BMSG 初めてのボーイズグループ、そのメンバーを僭越ながら決定させていただきたいと思っております。では次のグループ入ってきてください、チーム名なんだろう、よろしくお願いしますよろしくお願いします。なんか近いな、思ったよ。黒ブラックというチーム名です。おお、黒ブラック、両方言ってることは黒だと思うんだけどどういうこう由来のチーム名なの？ぶっちゃけこだわりがなくて、もう本当にチーム名どうするって二人で話した時に、あのテンションとかバイブスで黒ブラックって僕が適当に言ってで、そしたらそうなりました。なるほどね。まあチーム名にはこだわりないとは言ったけど、パフォーマンスにはこだわりがあるのかなと思う二人だけれど、どんなパフォーマンスを作りましたか？結構他のチームとはかけ離れた雰囲気のある曲になっているので、テーマがすごい、その僕とシュントがこのステージで何を表現して見ている人に何を伝えるのかっていう、今回はあのちょっととあるストーリーをみたいな感じの歌詞になっているので、それをうまく届けるためのパフォーマンスになっているので、ぜひ注目していただきたいです。曲名はアディクティブアートです、そのまま訳すと中毒的な芸術っていう意味になるんですけど、どんだけ聴いてもそのまた聴きたくなっちゃうような、そういう音楽、それを表現したいなと思ってこの題名にしました。なるほど、はい、2人でやってみた作業はどうでしたか？そうですね、なんかめちゃめちゃぶつかると最初本当に思ってて、なんかどっちも強いし絶対毎日喧嘩だろうみたいな話もしてたんですけど、なんか意外とすんなり、今までの多分1ヶ月の合宿とかもあって、お互いを尊重する心が本当にどっちにも成長があったので、いい感じにできました黒ブラックよろしくお願いします。よろしくお願いします。スカイハイさんの Blame It On Me という曲をベースに作っています。大人ぶっていないぐらいのこうセクシーさっていうか、でそれをうまいことバランスを取った曲にしようっていう、こういう振りどうって提案するときに自分のその 100% のやりたいことというか想像していることをまだ表現しきれないっていうのが、それで結構悩んでた。やっぱこうやって一緒に生活してるからこそ、こうペアに認めてもらわなきゃっていう、ペアにこの振り見せてちゃんと納得してもらえるような振りにしないとなみたいな、そういうのがあって、確かにどちらも10代っていうね。微妙だな、微妙だな、おい微妙だよ来ないな、最近の順位だと1位2位と並んでた2人がこうペアになっているので、やっぱ最強のタッグみたいな感じでもう一発ぶちかましてやりたいなと思ってます。色気があるよね、ほんと雄平くん。
すごいおしゃれ。あの顔すごい。どこも見えないも消えてしまうほど消えられない世界を落ち、その先にある瞳は心を灯す光へ。わお、綺麗、綺麗な、綺麗なパフォーマンスでした。楽曲の中に自分を落とし込んで、自分の世界は楽曲が作るし、楽曲の世界は自分が表現するしっていう楽曲との会話がね、龍平は今まで楽曲との会話が、うん、一番こう多いタイプだなと思ったり、俊斗は楽曲の中で自分を見せることが一番上手だなと思ったりしていたんだけど、いい部分が本当に絡み合っているなというのを感じました。龍平が歌ってる時に俊斗が一人でこう踊るというよりは入り込むだね、本当に。それが終始こう徹底されていたということ、よくここまで、自分たちだったらこういうものをやるっていう、おそらく最初に決めたものと大きくずれはないであろうをいただきまで、よく上り詰めてくれたなというふうに思います。自分の中では不安とか練習中に不安とか、うん、結構一人で抱え込んでた時期は、まあ、あったし、うん、僕自身がやっぱ年上っていうのもあって、なんか少しでも自分が抱え込むんじゃなくてもっと2人でやらないとっていう風に思ってたんですけど、うん、なんかそのある夜にある夜にちょっと打ち明けてみたんですよ、うん、なんかそれの返答がなんかすごい、なんだこいつと思って絶対年齢いつあってんのっていうぐらい、なんかすごいなんか励まされる言葉が多くて、うん、そっからすごい順調に進んでったなっていうのを自分でも思うんで、うん、一緒に作れてすごい良かったなって改めて思いました、うん、今までのあなたのパフォーマンスは、これもね実は今まで言ってなかったんだけれど、はい、良くも悪くも最初に見た時に、あ、パフォーマンス楽しいんだろうなっていう感じがずっと伝わってきたっていうこと、楽曲のそのものの感情表現としては、うん、もっといろいろあるんだろうなと思ったけど、それを言って楽しいってパフォーマンスする俊斗がいなくなったら嫌だから、確かにね、ずっとこう
心の中で頑張れと思っていたんだけれど、今日のパフォーマンスは完璧に楽曲の感情をあなたが表現している。しかもそれはあなたが作った楽曲なわけだから、素晴らしいアーティストですね。ありがとうございます。ありがとうございます。龍平は僕自身も結構クリエイティブ審査で反省があったので、いやもうそこは本当に今回はそうはさせないぞというのをまず心に置いてやってたんですけど、やっぱ周りのこうクリエイティビティが高い人たちとかに追いついていけるのかなとかそういう不安があったんですけど、やっぱそのなんて言うんだろう、2人の考えが同じならそのクリエイティビティが高い低い関係なくいいものが作れるんだなって思いましたし、このシュントと一緒にやれてよかったなっていう気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。今日のパフォーマンスで龍平がまた一皮むけたなと思ったのは、今日は感情がリンクしていたね、横に。それはすごく大事なことで、特に、チームでパフォーマンスするときっていうのはこう前というかさ、見ている人対見ている人っていうのはもちろんとても大事なんだけど、横での感情のつながりっていうのが生まれるとパフォーマンスがアートになっていくよね。はい、そして空間を掌握して、人の心を掴んで離さなく揺り動かすみたいな作業がどんどんとできていくと思うので、このクリエイティブはあなたの音楽人生にとって、間違いなく大きな経験になってくると思います。はい、感情の横のつながり、何を目指すかの目線の定め、それはとても大事にしていてほしいです。はい、素敵なパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございました。世代の近いルイ、はい、言った通り中毒性があるっていうのは本当に思って、なんか不思議な感覚でまた聞きたいなと思って、パフォーマンス自体もすごい良かったんですけど、なんか僕2人がクリエイティブを作ってる時、なんかその中身がなんか見えたようなパフォーマンスがあって、なんかお互いを信じ合ってパフォーマンスしてるような感じがあって感動しました。はい、ありがとうございます。そしてテン、そうですね、2人の性格を知ってるからこそ、すごいなんて言うんだろう、今まで合宿で見たことのないような、あれ俺こんな2人知らないぞみたいな、そんな色気あることしてくるみたいな感じで、すごい今ずっとびっくりしてます。シュントとかが合宿俺が抜けるときにレベルアップしてみせるからって言った言葉が、もっとレベルアップしてるところ見せてるから、思い出して泣きそうになるもん。あ、本当にレベルアップしてるって思ってすごい感動してます。ありがとうございます。ありがとう、チームクロブラックありがとうございました。ありがとうございました。次のグループ入ってきてください。セクシーな感じ。チーム名は何にしました？クラブ JRL というチーム名にしました。JRL は、ジュノンとリョウキと僕 の頭文字取ってるんですけど、ちょっと大人な雰囲気というか、何か足したいねってなった時に、ちょっとスタッフさんとかもね、なんかクラブとかいいんじゃないみたいなって、あ、それめっちゃいいじゃんっていうのでそういうこと、クラブ JRL っていう、結構僕たちもしっくりきてその名前に決定しました。自分たちをこう表現する時の表情だったりとか雰囲気を楽曲を通してそのまま表現するっていうことを改めて、この3人は課題に、そして武器として、披露したいなっていうことを話し合って、セクシーな曲を作ろうっていう話になりました。あまり他のグループとも被らないような楽曲になってると思うし、あまり僕たちダンスはそこまで多くはないんですけど、表情だったりとかそういうもので届けていけたらなと思っています。特に B フリーのね2人は、はい、今まで明るいとか爽やかとかね、そういった方向がどうしても多かったから、こういった曲を聴きたいなと思っていたのでとても嬉しいです。はい、どうでしたか、ジュノンはそういう曲をやるっていうのは。普段でもあんまりなんか歌っても表情とかはそんな作ってなかったりしたので、こういう表情作り、こういうっていうかまだ見せてないんですけど表情作りみたいなところでは本当に猟奇が強かったりするので、いろいろ教えてもらったり、なるほど、あとその楽曲制作段階では僕は今まで振り作ったことなかったんですけど、結局は入ってないんですけど、一回振りをちょっと作っ
ったんですよ。そういうのをなんか受け入れてくれたりで、すごい本当にこの制作からやりやすいメンバーで、まあ年齢が近いっていうのもあると思うんですけど、すごいやりやすくて、自分のパフォーマンスの成長にもなんかうまく成長してった感じです。そうだね、ダンス実際に作ってみたりするっていうのは、あの多分その後に人から振りを入れられる時の見え方、感じ方、うん、体の入り方とかも必ずいい影響があるから、あ、いいトライだったと思いますよ。まだ見てないのに言うのもなんですけれど。では、はい、クラブ JRL よろしくお願いします。お願いします。お願いします。料金は俺が今回 今すごい課題にしている表現力とか表情とかいろんな部分を全て持ってたりとか、いろいろ見慣れる部分もあったり、料金が吸収できるものもいろいろあるなと思ってたから、まあ、料金とは一緒にやりたいなっていうのはもちろん思ってたし、自分たちの武器だったりとか、こういう武器を手にしたいなっていうメンバーが集まった3人です。トラックはストレイキャットという日高さんの曲をちょっとずつ部分部分変えたものをトラックにしてパフォーマンスしています。3人ともこうちゃんとこうアイデアとかもあって、ここはこういう風にした方がいいんじゃないかなとか、ここはどうみたいな、なんかそういうのをちゃんとあの言い合えてるので、壁ぶつからずにできている気がしますね。前回のクリエイティブの時に比べたらクリエイティビティが見せれてるんじゃないかなっていうのは思ってます。20を超えてる20歳大人の、3人組なんですけど、だからこそこう出せるなんか大人の色気だったり妖艶さっていうのを、またいつもの僕たちとは違うなんか一面を見ていただけたらすごく嬉しいなというふうに思ってます。楽しみですね。まあ、緊張もないです今。めっちゃワクワクします。何ないです。よし、そっから始まるんだ。新しい。名前も知らない願う星に浮かんで腐れたフェグラフ持ち合わせた世界、鼓動の余韻に揺られてる mind、 スリルも全部感じてる day by day。 比べれない昨日の話、比べられないって君と話、ハイもライクもさら何が違うんだい、愛になったからさ分からない、レロベロ蘇る記憶の言い訳でレロベロ晴れルミナル、目が狭まく濡れる嘘、フラッシュバックすると何が悪いね。 What is that you love? さらぬの DNA、なんかジュノン君の表情が違うね、いつも。わおわお、待って待たないよね、ごめんなさい。いろいろ新鮮だった今。好き。正太君好き。もちろん楽曲自体のパフォーマンスが良かったっていうのもあるんだけれど、自分が一番嬉しいのは、こういう部分が見たかったなっていうのを最後にまとめて見せてもらえたところかなと思います。
ジュノンはやっぱり B-Free の時くらいから思ってたけど意識、してないであろうところとかにあの色気が出たりするから、あ、なのでそれをこう前に出したらどうなるのかなと思っていたんだけど、よかったね、うん、表情がついた時とかもさ、もちろんなりが変わったりするから、これいい、これいい、それはすごいこう素敵な効果をいくつも発揮していたし、あの他の2人にも言えるんだけれど、あ、どういうところが魅力的かっていうのを説明するのにとても分かりやすい、3分間だったなと思います。運動神経もいいなって思いました。ダンスも伸びると思います、うん、素晴らしいパフォーマンスありがとうございます。本当になんか気持ちかったです、うん、やってる最中なんか 笑い笑顔とか合わない曲ですけど、うん、本当なんか笑顔になりたいくらいやってて気持ちかったので、うん、一番入り込めてたんじゃないかなって思うし、パフォーマンス自体もみんな、なんかみんな良かったよね。そうだね、確かに。客観的に早く見たいなって思うくらい良かったんじゃないかなって思います。涼希もあの二次審査で見た時くらいからね、あ、前も言ったばっかだね。そう、あのこの声のあたりはラッパーの声だなというか、うん、あのラップ上手くなるだろうなという、うん、あの感覚はすごいあったし、リゾナンスも綺麗だし、言葉と言葉が途切れないというかさ、うん、ずっと発声が一箇所であの当たっている状態だから、あの歌の発声とラップの発声って厳密にはそこが違うからさ、なんか花を咲かせたなという感じがします。グルーブもずっと途切れず、当てるとこも当てて、スキルを見せているんだけれども、スキルを見せることを大事にするんじゃなくて抜きの部分でアピールするみたいな、あなたのそのなんだろう、自分のかっこいいところをデザインする姿っていうのがあのすごいいい形で出てたと思います。ありがとうございます。この3人でなんかやったらすごいなんか本当に面白いものが生まれるんじゃないかなって思って、簡単に言えば、うん、なんか3人素直みたいなところだったりっていうのが、うん、いいパフォーマンスにつながるんじゃないかなって思った結果、今日今本番を終えてみて、あ、間違ってなかったなって思えた感想だったし、うん、あの本当にここまで3人でたくさん話し合って、たくさん楽しくあの音楽を作れて、あの最高のパフォーマンスを自分たちなりに届けることができたんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、レオもね、終わった瞬間のあの笑顔だもんね、うん、あの普段との雰囲気の差というかさ、あのまだ見てない部分があるなと思っていたから、あ、ずっと見ていたんだけど、レオはその楽曲に入っている時の集中もずっと最後まで途切れていなかったのを感じていたし、こういうさ振りがないやつってさ、こう止まってる時とかって途切れやすかったりするじゃない、そういうのが一回もなかったかな。歌と歌の間にずっと感情の集中を途切れさせなかったのは、あなたはすごいそのパフォーマンスの、背骨の部分をずっと担っていたなと思います、パンチ力が強い、涼希だったり、あの一瞬で空気を変えられるジュノの声だったり、そういうものがある中であなたがずっと背骨にいたことはこのチームのパフォーマンスにとってものすごい大事なことでした。すごい素敵でした。ありがとうございます。ありがとうございます。課題としてその妖艶さだったりとか、うん、そういうのを身につけたいなとか思ってて、涼希と組んだら多分なんか習えるだろうな、習えるだろうというか、なんか得られるだろうなと思ってやってる中で、本当に歌に入り込むっていうことを大事にしてたので、なんかさっき日高さんにそうやっていろいろ言っていただいて、うん、すごく嬉しいなって思ってます、はい。いや、とても素敵でした。あの相性の面で言ったら、あ、成分がだいぶちょうどいい具合に、うんうん、あのレオと涼希、レオとジュノンっていうのはちょうど成分がだいぶ違うところが多いから、あの切り替わった時とかの気持ちよさは増されてたね、うん、なんだろう、スイカに塩みたいな感じが、うん、混ざるのは甘くなるっていう感じだったよ、はい、ありがとうございます。直樹、いかがでしたか。うん、はい、あの僕一番年が近いとか23、同い年が2人、ジュノンとレオがいるんですけど、ね、うん、あのあ、まあなんかとりあえずセクシーだったし、うん、あのみんな3人それぞれのセクシーのなんか色というか、うん、そういうのが全部違って、めちゃくちゃかっこいいな、いいなって思いました、うん、あとはその曲のロンリーロンリーナイトがずっと頭わかる、私もずっとなってる今ありがとう、持っている表情の引き出しの種類がだいぶ違う3人だったもんね、うんうん、そうです ね、 ね、はい、では俊介どうでしたか。手振ってるいや、なんかもうレオくんが最初目覚まし時計を止めるところからっていう、うん、あの演出はなんか
いやなんかその思いつかないなと思って、うん、そこもなんかその3人らしいところを感じましたし、とにかくメロディーラインが自分的にはすごい綺麗ですごい聴きやすい曲っていうか、うん、その中でもしっかりとこうセクシーなところを残せてるなっていうのがもう純粋にもうリスペクトするところがいっぱいだなと思いました。で、あの涼希くんとジュノン君はあのクリエイティブの審査で B チームで本当に大変だったチームだったし、もう涼希くんとあのちょっとバトったのが懐かしいけど心のなんていうんですかね、うちを吐き合った中で、なんかこう他のメンバーを見てるよりも涼希くんを見てるのがすごい自分的にはなんかこう感慨深いっていうか、あとこの楽曲は多分そのどのメンバーよりも涼希くんが一番合ってるんじゃないかなっていうセクシーな感じだったりとかがすごい僕的には感じました。後で焼肉行きましょう。ジュノン君もなんか本当にこんなセクシーなジュノン君、なんかいたんだみたいな、でしょでしょ本当にあの素晴らしい作品でした。ありがとうございました。ありがとうございます。素敵な合宿の成果を見せてくれてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。頑張って、応援してるよ。ちょっと締めてくれよ。では最後のグループ入ってきてください。ダン君とレイコ君。チームランレイです。お、そのまま。まあランレイだよね。ランレイに関してはランレイしか浮かばないよね。うん、どういったこうパフォーマンスを今日は見せてくれるんですか。曲のコンセプトは、僕ららしく音楽を感じて、もう普通に何も考えずにもう踊って楽しむことが僕らの曲のコンセプトです。うん、なるほど。三次審査会が本当にずっとそうだよね、一緒にやってきてて、唯一の同い年で、そうだよね、あのもうこんなになんか共通すること多いんだっていうくらい曲のこう好きなものもあって、制作は本当に自分たちが好きなような音楽と好きなようなメロディーと好きなようなダンスと、本当になんか僕たちらしいものがどんどんこう積み重なってきた一曲なので、あの純粋に楽しかったし、でお互いのまた新しい一面とかもいろいろ見れて、そこもこうこのオーディションを通してきた僕たちの思いだったりとか、そういうのも音楽この僕たちの楽曲の中に含まれているので、あのそこも全てこうなんだろう、二人でよかったって思えた期間でした。そうだよね、音楽を作るって楽しいもんね。楽しいです。力強くなったね。僕たちもただ純粋に楽しませてもらおうかなと思います。お願いします。お願いします。お願いします。トラックは、ベースにスカイハイさんのアドベンチャーという、楽曲の音を使ってるんですけど、アドベンチャーっていうこの題名で、僕たちがこのオーディションを通してこう進んできた道というか、なんかそういうのも含めてなんか自分たちらしい音楽だなっていう風に捉えたので、僕らも見てる側も楽しくなれるような曲を作りたくて、ドクタッチャン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 、やばい、あ、これはじゃあ一回入ってほしい。相当いいよね。何なんなんすかね、なんか本当に意見が合うし、多分それぞれの良さっていうのも分かってるし、その何が言いたいかも多分分かってるんですよ、お互いが。なんかそれでこう結構意思疎通ができてて、三次審査の時の E チーム一緒になったランちゃんと、その最後の最後いっぱい楽しめたら、もうそれクリエイティブ審査はそれがもう正解なんじゃないかなって思ってます。なんか一番はやっぱ楽しみたいなっていう感じです。もうここまで来たし、僕らの声と体と流れてる音楽のシンクロを感じてみてほしいです。おー、気持ちいい。おー、いいね、いいね。おー、
張ろう。じゃあやっちまおうぜ、やっちまおうぜ。チャット本気気づけばヘビーウェイト引きずってた僕のフェリーフードも味気なくて Baby why どうして固まっちゃうの見えなくなる My way 浮ついた僕の前で周り見渡して Don't feel the mood じゃないとおしゃれやな。おお、さすがランちゃん。できるんですか？ありがとう、素晴らしいパフォーマンス、ありがとう。ありがとうございました。パフォーマンスやってみていかがでしたか？最初僕らがまず曲の制作の時から話してたのが、聴いてる人も僕らも楽しめるような楽曲にしたいねって話をして、その通りです。今のパフォーマンスして思ったのは、ちょっと足りない部分はあったかもしれないけど楽しかったから、ランちゃんと一緒のチームでよかったなって今思いました何が一番素晴らしかったかって言ったら、表情とか声色とかあって、こう、まあ、自分だったりトレーナーだったりはさ、つけることをこうお願いするじゃない。その表情をつけようとか、動きをつけようとか、まあ、本当はさ、音楽聴いて思わず出てきたらそれに越したことはないわけじゃない、レイちゃんの今日のパフォーマンスは完全にそういったものがやっぱりあったね、君はその音楽が何を求めてるかをちゃんとこう受け取ることができるし、あなたがどういうアーティストなのかというか、あなたがどういう音楽をこう聴いてきたのかがあなたの声に表れてる。あなたは多分あなたが尊敬するアーティストからのバトンを今ちゃんと受け取ってると思います、走っていきましょう。はい、素晴らしいパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございます。ランは、はい、まずは本当にレイちゃんと一緒にこうやって楽曲制作をできたことと、こうやって一緒の
またステージでパフォーマンスできたことに本当にもう嬉しくて、あの三次審査の時にずっとダンスができないって言ってたゲイちゃんが、うん、こんなに楽しくダンスをやっている姿を見れたのが、ダンスできない人ではないですよ。なんか僕の中ではすごくこうなん結構感慨深いものがあって、でこのパフォーマンス自体も僕が本当にレイちゃんがこう日常的に音楽に乗っているものをこうどうにかパフォーマンスで体現させたいと思って、でそれでこうレイちゃんが本当に心から乗れるような振り付けだったりとかそういうものをこう取り入れたら、もうその通りにあの感情ままにやってくれて本当に楽しかったですし、で僕もその今までにやったことないような声の出し方とかもそうですし、自分も成長できたというか、もう純粋にあのここでパフォーマンスできて、そして皆さんに見てもらえてよかったなと思ってます。ありがとうございます。そうだね、そういった意味で本当に、チームワーク、本当の意味でチームワークが良かったなと思います、うん、トラックが求めている、メロディーをレイちゃんが生み出しているな、トラックからちゃんと引き出しているなという感覚もあったし、楽曲のグルーヴを漏れることなくパフォーマンスに落とし込んで、うん、2人としてのパフォーマンスとして、こうやって完成させているんだなっていうのを、ランから感じることもできたし、うん、楽曲とパフォーマンスがリンクしているっていうことは、つまり感情にリンクしちゃうよね、うんうんうん、楽しくなってくるし、楽しくなってくるとまた表現も良くなってくるしっていうすごく素敵なループが見えました、うん、この楽曲を2人でやることは人生にとっても一つ、大きな意味があったんじゃないかなと少し思いました、うん、パートナーは一体何を考えてるんだろうとか、どういうことをあの僕はやってあげられるんだろうで話すっていう感じの、チームワーク、それは理想的だと思います、楽曲に対してもパフォーマンスパートナーに対しても、聞く力をすごく強く大切にしていたあなたたちがいいパフォーマンスするのは必然だったなと思います。素敵なパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。俊介いかがでしたか。いやあのめちゃくちゃ楽しかったです本当にあのなんか2人にしか出せない雰囲気だったと思いますし、うん、ランこんなメロディーライン歌うんだみたいな、うん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 、そういうなんかこう驚きもあったし、うん、何よりなんかすごい男らしくなってて、うん、すごいかっこいいなって思いました、うん、僕レイちゃんの一番リスペクトしているところがそのなんだろう音楽を愛する愛し方っていうか音楽との距離感だったりとか、自分がその今回合宿で脱落してから音楽を愛するその愛し方っていうのをすごい僕は一番多分あの勉強させてもらって、レイちゃんのパフォーマンスを見てるとこっちも楽しくなるし、なんか音楽好きでよかったなって思わせてくれるような、なんかそういうパフォーマンスをレイちゃんから毎回見れるんで、それは自分の中ですごいあのレイちゃんの一番大好きなとこだし、すごいリスペクトしています。本当にあの素敵なパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございます。そう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 、今のめっちゃいい。そうそう、それ You live You live Yeah Yes 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 久しぶり久しぶり、もうやめてよもうごめんなさい。正直一番今回呼ばれて楽しみにしてたのはちゃんとレイちゃんのパフォーマンスで、三次審査で一緒にビューティフルナをやって、うん、で今回のパフォーマンスを見てまだ音楽を好きにさせてくれてありがとうって気持ちでいっぱいですし、なんか思い入れのある2人だからすごい見ててすごく感動しました、うん、本当にありがとう。ありがとう。次の最後の最後のステージも楽しみにしてます。
はい、19-2に終わりました。あ、残りの3チームを見ていきました。まずしゅんとくんとりゅうへいくんの黒ブラック、曲名がアディクティブアート。これアディクティブアートは初めからなんか絵画みたいなイメージ、私のイメージ的には絵画の一枚を見てるような感じの始まり方。りゅうへいくんの歌い始めからもうゾワッとゾワッときまして、でパフォーマンス自体ももうアートみたいな、もう全てがアートって言っていいくらいのパフォーマンスでしたね。でもちろんいつものりゅうへいくんの妖艶な感じ、色気というかもう前おいらんって例えをしたんですけど、もう雰囲気と、またしゅんとくんちょっと表情はなかなか見たことなかった気がするんですけど、2人の表情と歌声にゾクゾクっとさせられる瞬間がめちゃくちゃいっぱいあったパフォーマンスでした。しゅんとくんは本当スカイハイさんが言ってたように、何の時だったかな、なんかすごいかっこいい曲だけど楽しそうな顔で踊ってる時とかって結構あったんですよね。それを見てからのこれなんで、なんかしゅんとくんの表現する幅も広がったんだろうなとこの短期間で思いました。で次りょうきくんとりおくんとジュノンくんのクラブ JRL のロンリーナイト。さっきの黒ブラックの方はセクシーもあるけど影のセクシーさっていうんかな、でこっちのクラブ JRL のロンリーナイトの方はなんか陽のような陰と陽って感じのイメージだったんですけど、セクシーさでこう言うとですよ、これまた今まで見たことない3人の新しい表情とか見せ方が見れたなと思って、で始まり方もレオくんの目覚まし時計ポチで始まり、それも新しいし、3人が合わさったらすごい甘い歌声がバランスがよく、まあ、これまたスカイハイさんが言ってたようにスイカに塩をかけて甘くなるみたいな美味しさがありましたよね。で、りょうきくんのラップもここまで長い尺で見たことなかった気がするんですけど、やっぱ表現力の塊みたいな人なんで、ラップもいろんな表情があったり、ハングル語って言ったらいいのかなとか混ざって、なんかそれもまたおしゃれだし、それもなんかセクシーに思えてきて私は。で、それに感化されて2人がりょうきくんの表現力が継承された感じというか、まあ引き出してくれた感じですかね。りょうきくんが2人の顔を出し始めていた表現力をこうぐーっとリール巻いて引き上げてくれた感じになって、すごい良かったと思います。ジュノンくんのあの時のセクシーな表情に私やられちゃいまして、よくぞ見せてくれたと、もう心の中で大拍手しました。で、最後、ランレイかなは、もう、ほんと楽しそう。ランレイのジャストファンキーかな、二人とも、まあ多分、私がミッション見たから、同じ雰囲気だと思い込んでるんだと思うんですけど、同じ雰囲気をまとってる感じで、バランスがいい二人でしたね。まあ、全チーム本当にバランスがいいんですけど、他のチームに比べたらちょっとジャンルが違う感じだけど、間にちょっとおしゃれなメロディー入れてたところとかがなんかまた新しい感じだなって、お互いを思い合いながら、その2人がどうやったら楽しめるかなって曲作ったり、ダンスもランくんがこうレイコーくんがどういう振りをしたらこう気持ちよく乗れるのかなって考えて、こう振りを作ったりとか、楽しそうに振りとかを作ってる様子が全部見えてくるなと思って、曲の中で目が合う瞬間の多い曲だったかな。なんか息を合わせる最後の方とか、こう掛け合いで終わっていってたと思うんですけど、あの感じも楽しい2人の雰囲気が出てたなって思いましたね。これでクリエイティブ審査ネオは終わったということですね。なんかもっと見たいなって思いますよね。もうなんなら脱落しちゃった5人もこのクリエイティブ審査ネオをしたらどんな曲を踊るんだろう、歌うんだろうとか思うと、なんかもっと見たいなって気持ちにも
なるし、まあでも次のシャイニングワンもすごく見たいということで、今回はクリエイティブ審査ネオを見ていきました。次がね、いよいよシャイニングワンを踊って、チーム名ももうここで発表されると。それでは今回は19の2を見ていきました。次が本編最後の回になります。多分結構な時間かけて見てきたと思うんですけど、あっという間でしたね。ザストロスになりますねこれ。まあ、ただこのザストを見終わったらライブが待っているので2段階目の楽しみを味わいたいと思います。それではありがとうございました。Z ちゃんでした。